山本、テストの後ノート集めるって言っただろう。出してないのお前と田中だけだぞ。露骨に目をそらしてもなかったことにはならんぞ。にしてきたラーメン屋に、マジ親に迷惑かけた。本当に、つまり昨日行ったラーメン屋にカバンごと置き忘れたってことか。それならそうと最初から言いなさい。あとワンコーラス入れたら飛行をついて一旦眠らせるところだったぞ。待って、これだけは言わせてくれ。うん。